はい、大体傷の中心に行ってるような感じですね。これまだそんなに強く締め込んでません。これでですね、一回薬剤、レジンっていうらしいんですけれど、そちらを注入して、漏れがないかどうかを、確認しながらやっていくそうです。はい、皆さんこんにちは。DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら鈴木アルトワークス、鈴木スポーツ、型式がですね、E-HA11S、平成10年なんですけれども、こちらの車両、車検に向けていろいろ準備してきたんですけれど、フロントガラスにひびが入っているのが、今頃わかりましてですね、これ、そのままだと車検通らないだろうなということでですね、リペアの方をやってみたいと思っております。はい、ひびというのはですね、はい、こちらなんですね。ひびの端っこから端っこまでやると 1センチ弱ですね、あるもんですから、これね、全くリペアしてないと車検通らないので、ちょっとリペアの方をやっていきたいと思っております。はい、それで今回ですね、これ初めて使うんですけれども、呉工業さんのですね、ユニフィックスイット、こちらの方をですね、使ってやっていきたいと思います。ちょっとね、取扱説明書を読みながら進めていきたいと思います。はい、パーツ構成はこんな感じです。このドローンみたいなやつですね。それからこの薬剤、とあとこのボルトみたいな形をしたものですね。それから透明のフィルム、これ5回ぐらい使えるそうなので、透明フィルムは5枚、それからスクレパーの刃みたいな、カミソリみたいなやつですね、こちらの方が入っております。新品なのにちょっとこうサビみたいなのが出てます。はい、それではですね、まず最初にですね、ガラスの傷部分、こちらのところですね、異物とか、汚れとかですね、そういったものが取り除いてからスタートしてくださいということなので、こちらのスクレーパーの刃みたいのと、私はちょっとね、この精密ドライバーのところを使ってですね、汚れの方を取っていくようにいたしました。はい、この2つのツールを使いまして、一応、ガラスのですね部分を一応汚れとかを除去するようにいたしました。本当はもっと取りたいんですけれども、これ以上取れそうもないので、もうここでスタートします。はい、そしたらこのドローンみたいなやつを傷の中心部、ここになるようにつけていきます。はい、こう吸盤になっております。つきにくいようだったら水をつけてくださいと書いてありました。はい、そしたらこの注射器みたいなやつを、これネジになってますのでお願いします。はい、そしたらですね、裏からちゃんと中心に当たってるかどうか、それを確認やっていくようになります。はい、だいたい傷の中心に行ってるような感じですね。これまだそんなに強く締め込んでません。これでですね、一回薬剤、レジンっていうらしいんですけれど、そちらを注入して漏れがないかどうかを確認しながらやっていくそうです。はい、ここから先の作業は、日の当たらないところで、やってくださいということなので、日陰の方にちょっと移動しまして、
今から次の作業をやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、ここ先端切ってですね、こちらを流します。数的でいいって書いてあるんですけどね、まだ使用するのでこれは取ってきますね。はい、そしたらですね、こちらここを押さえながら、はい、この状態で、10分から15分放置するそうです。はい、そしたらまた15分経ったら、再開いたします。はい、20分経ちましたのでこちらを外していきます。一応あの傷の方に、この溶剤が浸透していることを確認してからやるようになっております。そして吸盤の方もします。はい、それではですね、傷になったところをこちらを一滴垂らしてフィルムをつけます。傷の部分に一滴垂らしてこうエアを抜きます。で、風で飛ばないようにマスキングテープをつけます。はい、今ね、日陰にありますので日向に、置くようにいたします。はい、15分以上十分あの日向に置きまして、こちらの溶剤が固まったのを確認した上で外します。はい、そしたらですね、あの付属してありましたこちらのスクレーパーですね、カミソリの方をここを垂直にしてこの溶剤を取ってくださいということですね。
はい、一応これで完成ということですかね。はい、リペアした部分を見ていきましょう。こんな感じになりました。最初よりはよっぽどマシですよね。で、一応これであれば車検場に行ってもリペアしてあるということで車検は通ると思います。はい、今日はですね、こちらアルトワークスのフロントガラスのリペアですね。グレ工業さんのこちらユニフィックスイットですね、こちらの方を使ってみました。今日もですね、DIY チャレンジご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。